これかなり重要です。いち早くおしゃれに近づく方法だと思うので、トレンドってどっから知ればいいんだと全然わからないという方は3つ方法があって、こんにちは、てるです。本日はファッションの基礎知識5選ということで、結構インスタのね DM とかでも、こうおしゃれってセンスがないといけないんですよねとか、センスないんでおしゃれ全くわかんないですって方がすごく多くて、ファッションのある程度センスっていうのはもちろんあるんですけど、それ以上に理屈とか、まあ、理論とかのが大事だなと思っていて、最近流行りの MBTI なんかも僕どっちかっていうとというか、めっちゃ 90% 以上めちゃくちゃ理論型なんですよ。ちっちゃい頃からねヘリクスばっか言ってたんで、理屈っぽい僕がセンスとかそういう抽象的なものではなくて、論理的にこの人おしゃれだなと男女からも思われるようなファッションの基礎知識でこと細かく紹介していけたらと思います。今年からねファッション好きになったよとか、夏だけじゃなくて1年中使える簡単におしゃれに見せる方法知りたいんだよという方は、ぜひこの動画を最後までご覧ください。はい、ということでまず1つ目はシルエットになります。大きく分けて4つですね。4つぜひ覚えてください。 Y シルエット、 A シルエット、 I シルエット、O シルエット、この4つのシルエットがあります。まず1つ目の Y に関しては、それこそ 3,4 年前ですね、僕が高校3年生とか4年生ぐらいの時に黒スキニーが流行っていた時、街中の人だったりとか、それこそコレクションでも出てたようなシルエットになっています。このシルエットは下が細くて上が少しダボっとしたようなシルエットになるので、スタイルがねよく見えやすいっていうのはあるんですけど、僕の印象としてはスタイルがいい人がスタイルがよく見えるだけで、少し例えば足が太かったりとか足が短めな方が Y シルエットをね組んでしまうと少し危険かなと思っています。そんな方におすすめなのが A シルエットですね。 A シルエットは2024年最もトレンドのシルエットになっています。少しこう癖のあるデニムとかワイドなスラックスとかにタイトめなトップスを合わせるような、こんな感じのスタイリングなんですけど、すごく最近おしゃれな方がよくしているなっていうシルエットだと思います。服を見るときっていうのは基本的に上から下を見るんです。そういう時に A シルエットになっていると下にかけていくにつれて太くなっていくので、すごくねスタイルがよく見えるんですね。でなおかつ今年すごくトレンドということで、今ね最もホットなシルエットだと思うので、ぜひねこの A シルエット一番注目してみてください。そして続いて I シルエットですね。もうその名の通りこうまっすぐ細いシルエットなので、パンツもやや細めで、トップスも細めっていうようなシルエットですね。 A ラインと同じぐらいスタイルもよく見えるんですけど、それこそ本当にこうモデル体型の方とか細い方がすると余計ね細見えするようなスタイリングを組みやすいかなと思います。で最後 O シルエットなんですけど、 O シルエットってなんだろうって思う方も少なくないんじゃないかなと思います。僕が最近組んだスタイリングだとこんな感じとか、まあ、こんな感じの O シルエットがあるんですけど、少しこう柔らかいねまるっとした印象なので、自分の体型だったりとかコンプレックスを隠しながらおしゃれに簡単に見せれるシルエットでもあります。それこそりょうさんとかもすごくね O シルエットを組むのめちゃくちゃ上手なので、ぜひよかったら見てみてくださいっていうのがね大まかなシルエットの話になってきます。でこれを一個土台として、2つ目、これかなり重要です。僕も本当に大事にしてることですし、これは少し裏技に近いですね。コーデを組むときに暗い色を下に持ってくる、これすごく大事で、僕も多分投稿を見ていただけたら分かると思うんですけど、靴の色 7,8 割黒を使ってます。っていうのも例えば木とかもイメージしてもらうと分かるんですけど、焦げ茶の土があって、そっから茶色の木が生えてて、で上にこう緑があると思うんですよ。下の色が黒いからこう自然に見えて、あなんか美しいなみたいな感じで思うと思うんですけど、これがもし逆だとして、下が明るくて上が黒かったらなんか違和感になると思うんですね。そういう視覚的にね見慣れてるものってファッションにも通ずるものがあって、いい意味で違和感を覚えない目のね錯覚を起こさせてくれるんですよ。さらにスタイルもよく見えます。コーデ組むときにね迷った方、ぜひ下の色をね暗くしてみてください。そして、まあ、色の話はちょっとこれの動画で結構詳しく説明してるので、そこまで深掘りはしないんですけど、もう一つ大事なことがあって、原色だったりとか白は内側に持ってきて、暗い色を外側に持ってくるっていう技なんですけど、内側に明るい色があるとこの人いい抜け感作れてるな、外側に黒いものを持ってきてあげるだけでなんかまとまりあるなとか落ち着いてるなっていう印象があります。外に明るい色があったりとか内側に黒い色を持ってきてしまうと、少しこう重い印象になったりとか抜け感が作れてないなって思われてしまう可能性があるので、この人ファッションセンスいいなって思われたい方はぜひね内側に明るい色だったりとか外側にね暗い色を持ってきてあげてください。ファッションの基礎知識3つ目は TPO を意識するということです。おしゃれってすごく難しくて、人それぞれで感性があるのでこう何とも言えないところはあるんですけど、間違いなく大事になってくるのが TPO かなと思います。 TPO っていうのは T がタイムで、 P が、ね、プレイスで、 O がオケージョンですね。頭文字取って TPO になってます。ファッションは自由だからといって、例えばじゃあレストランに行きますと、少しちょっとねいいレストランに行った時に、俺はもうサンダルがおしゃれだと思って、ちょっともうダメージ入ってるもうデニムが履きたいと、友達と遊びに行く川に行くとか全然いいと思うんですけど、レストランに行くって時にサンダルでねダメージの入ったデニムとか履いてきてしまうと、それはまたね違うのかなと
思います。今のは TPO の P の部分ですね。レストランの話とかは TPO の P の場所の部分なんですけど、例えばさっきの場面 TPO の O で言うと、男友達と行くときはねこういう服装しようとか、デートはデートでまた少し変わってくると思うんですね。女性に受けそうな、ね、スタイルを取り入れてみたりとか、1アイテム2アイテム工夫するだけでも全然コーデの印象って変わってくると思うので、行く相手にもよって変えるのが大事だよっていうのが TPO になります。なのでちょっとさっきの話なんですけど、ちょっといいレストランに行くときは革靴履いてジャケットをね着るとか、 TPO に合った服装をしっかりしていって、その上でおしゃれを楽しむということが大切になってくると思うので、 TPO もね意識してコーデ組んでみてください。4つ目はトレンドを知るということです。僕が中学生の頃、もっと前か、7、8年前かな、もうかれこれメンズで黒スキニー持ってるやついないだろってぐらい、友達ももう大人ももうおじいちゃんもなんなら黒スキニー履いてたぐらいの時期があったんですよ。黒スキニー履いてもとりあえずおしゃれってなったりするんですね。それぐらいねトレンドのアイテムは重要になってきます。トレンド知ることが大事なんですけど、トレンドってどっから知ればいいんだって全然わからないという方は3つ方法があって、まず1つが海外の、ね、コレクションを見るっていうことですね。でもコレクション見ても分かりにくすぎるなっていう方は SNS 見てみてください。トレンドがすごく分かりやすいですし、いち早く掴めるかなと思います。で、3つ目は簡単なんですけど、街の人を見る。まあ特に渋谷だとか青山だとか代官山あたりとか見るとすごくおしゃれな方多いので、そういった街に出ると、あ、こういうの履いてる人多いなとか、まあ、こういうの着てる人多いな、こういうバッグ持ってる人多いなっていうので、すごくトレンドがね、掴みやすいかなと思います。今年の夏で言ったら、トップスだったら、身幅はね、程よく、いやいやありながらも、短丈のものが主流だったりとか、パンツがすごく癖のあるデニムをね履いてる人が多かったりとか、海外のねコレクションとかだとこういう襟付きのものが2024年春夏もそうなんですけど、秋冬もすごくトレンドです。ぜひねそういったアイテムをチェックしてみてください。ファッションもまあ何でもそうです。僕サッカーやってたんですけど、サッカーもそうなんですけど、とりあえず人を真似ること、徹底的にパクるっていうのはすごく大事なんですね。ロールモデルを決めるっていうのもすごく大事だと思います。まあ、この人みたいな服装したいなと思ったら、もうその人とりあえず真似る。その人が持ってるものを買ったりとか、真似ることでそこからね自分のオリジナリティっていうのが生まれると思うので、徹底的にパクること真似ることっていうのをいち早くおしゃれに近づく方法だと思うので、ぜひね徹底的に真似することをやってみてください。はい、ということでラスト5つ目はコーデの色を1色から 1.5 色にしようということです。色の話はね詳しくこれで知ってるので、全部見たい方はこっちをね見ていただきたいんですけど、これはすごく重要なので、このねファッションの基礎知識の方に入れさせていただきました。色をね1色から 1.5 色にしようっていうのはどういうことかというと、色には3パターン僕あると思ってて、無彩色、要はグレー、色のないものホワイト、ブラック、グレーですね。で、有彩色、レッド、オレンジ、ブルー、グリーンとか、もうビビットカラーですね。無彩色は0色。で、有彩色が今のが1色。だとしたら、この間のね、0.5 色っていうのがあるんです。チャコールとか、グレーとか、カーキとか、アイボリーとか、その間になるような中間の色ですね。ちょうどここでグラデーションになるようなカラーになってきています。それこそ、この今僕が着てるニットポロに関しても、これブルーじゃないですか。で、1色。で、これがネイビーなんですね。で、0.5 色。グレー。これは0色ですね。で、このアイボリーも、まあ、ほぼホワイトなんで白だとして0色。で、ブラックも、ボタンのブラックも0色。なので、このニット全体で 1.5 色使ってるので、パンツは例えばホワイトとかブラックにシンプルにしてもおしゃれになれるんですよ。こういうニットとかは本当に1枚でおしゃれになれるアイテムになっています。例えばなんですけど、これがブルーで1色。で、これネイビーで 0.5 色。例えばこれがライトグレーで、まあ、0.5 色って換算したとしても、同じ2色でも、寒色のトーンの1色足す 0.5 色足す 0.5 色は全然大丈夫です。もうやっぱトップス赤にパンツ緑とかだとすごくねおしゃれに見せるのがかなり難しいです。相当その人のポテンシャルありき。同じ2色でもね全然印象が変わってきます。いろいろね応用はあるんですけど、基本的には1色から 1.5 色にすると間違いなくおしゃれに見えるよっていうのがあるので、0色、無彩色、中間のね 0.5 色のペールトーンとビビットカラー、有彩色ですね、この1色のやつ覚えておいてください。この辺にバッと載せておきます。はい、ということで現役のねアパレルディレクターの僕が間違いないファッション知識5選ということで紹介させていただきました。最近ね服好きになったよって方から上級者の方も取り入れてる裏技あったりとか技術なので、ぜひよかったらね参考にしてみてください。この動画がねよかったよっていう方や参考になったと思ってくれた方、ぜひいたらコメントやね高評価よろしくお願いします。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画もご覧ください。バイバーイ。Go find me a snow bunny. Ask if this cold world's making a nose runny. She melted. I wear a cape that is velvet.